皆さんこんにちは。こんにちは。M2 プラントの金子です。M2 プラントの岩佐です。この前シャツを作ろうの動画を撮らせてもらったんですよ。ああ、はい、生地を決めて全部デザイン委ねるという。ああ、生地から何もかも全部。あ、生地も選んだわけじゃ、選んでもらった。全部決めてくださいって。この生地、これはサックスです。薄めのね、サックスの無地爽やか、と赤色のロンドンストライプ、ちょっと細い幅ですね。そうですね、この2つで僕のシャツを作ってくださいということになりまして、はい、これがこうなりました。ちょうど今着てるやつ、はい、こだわりのポイントとかあるの？どこやと思いますか？僕はこだわってません。あの全部委ねたから。委ねあのここですよ、やっぱね。やっぱそう、レディーですね。はい、はい、でラウンドカラーは僕持ってましたけど、こういうちょっとクラシックなラウンドは僕初めてで、まず自分では選ばない、イメージないです、ね、そうデザインなんです。さらにクラシック感を出すということで、ボタンタイプのタブカラーですね、はい、ラウンドのタブカラーというデザイン、なかなか見かけない。なかなか見かけないですよね。まあネクタイ着用状態のあの画像はまた僕上げときますけどね、また、トレンドらしい感じに仕上がったのかなというので、すごく満足しております。あ、そうですね、はい、でこれを選んでくれた彼らに感謝したいですね。そうですね。色はベーシックなんで、ちょっと襟にこだわった感じでいいと思います。そうですね、はい、いいですよね。でまあ、プリント体系のがね最近トレンドなので、そういうのでちょっと合わせてみたいな、ね、ちょっとクラシカルな感じで。そうですね、思っております。はい、はい、で胸ポケットはなしです。もう胸ポケットは僕基本的につけないので。そうですね、私もなしが好きなので。好き、あ、そう、好きでね。そうそうそう、はい、いいと思います。うん、します。で、カフスは大丸型になってますかね、これね。丸みが強い、丸みの強いラウンドがある。お気に入ってます。はい、カフスの形状もちょっと大きくなりますから。これはまずサックスの無地でございます。はい。いや、さっきやってないし。続いて赤系のロンドンストライプです。で僕あのロンドンストライプって定番ですけどね、グレー、あ、グレーじゃブルーブルーそうブルーのロンドンストライプは持ってたんですよ。欲しいなとは思ってたんですけど、そこはやっぱさすがね、彼らはね、あ、それを把握してなのか、わかんないですけど、これええんちゃうで選んでもらったのが、もうあいいと思って、あ、もう即決ですね。これはね、さっきのあのサックスの無地とは襟型が違いますね。まあ定番でしょうけど、これ何だと思います？ワイドですね。ワイドで、ね、でも開きが普通のワイドでちょっと広く、狭せないか。これセミワイドです。あ、セミですね。そう、セミワイドです。だからレギュラーとワイドの間ぐらい。はい、まあネクタイも割といろんな結び方できるしなと思って。そうですね、まあ、クールビズでネクタイしなくてもちょうど開きがいい感じでしょうね。しますけどね。あ、しますか。愛してください。まあこうしてもいいってことでしょ。そうそう、まあでも世間の人はね、みんな、あ、でもネクタイした方がいいですよ、やっぱり。あ、まあカシッとはね、そう、ニットタイでもね、ね、これなんか色がちょっと派手めなんで、ネクタイ何色が多かったかな。僕これね、紺がやっぱり定番なのかなと思うんですよね。淡い色よりかは濃いめの引き締まった色というか、で黒という柄でもないので、ね、そうですね、紺のムージーとかはね、合いそうです、ね、合いますよね、スリットタイ、これ小紋柄でもいけんのかな。ありか、小紋柄はいけます、ね、いけます、やったら、はい、これは、まあ、ロンドンストライプで、それだけだとちょっと派手になりすぎるのかなということで、まあ、やった結果、こっちの方がちょっと派手になったかもわかんないですけど、クレリックってやつです。今すごいクラシカルな感じがより出て。あ、出てます？あ、出てます、出てます。はい。いいこと言うじゃないですか。でもこれでね、やっぱブルーだったら普通なんで、ね、定番ですもんね。クレリックだったら、はい。そうそう、赤はなかなかないでしょ。意外とちょっと抵抗ある人も多いと思うんですけど、で既製品であったとしても、多分サイズドンピシャっていうのも少ないかもしれないですよね。そうですね、そんなに数出なそうですね。今やったらありますよ、はい、在庫まだございますので、はい、ぜひ M2 プラント来ていただいた際は、はい、これいいなっていうのがあったら、いいなって思っていただいてるなら、ぜひチャレンジしてください。これはカフスの形状、これノーブル型です。あ、ノーブルなんですか。ノーブルなんです。さっきはね、ラウンドで丸かったけど、今度ちょっと四角いというか、杉本マネージャーセルやったかな、確かね。相変わらずあの人たちはセンスがね、泣かせて大正解でした、ね、もう今後ちょっとシャツはそれで委ねようかと思ってますけど、コンムジのジャケット着るにしてもいいのかなみたいなね。ちょっと今日コンムジあるので、はい、いいと思います。
こんな感じですね、ジャケット着ると、まあ、ネクタイしてませんからね、ちょっとまだ殺風景かもわかんないですけど、いやでも全然色映えしてますよね、色映えしてますね、うん、うん、これちょっとじゃなくて、あ、なくても全然シャツが色があるんでえらい胸張ってますけど大丈夫ですか、うん、大丈夫ですと、まあ合わせやすいなみたいな、そうですね、そう思ったより着てる本には派手とも思ってないんですよね、うん、慣れでしょうね、慣れですね多分ね、まだ2回目ですけどそうこれからちょっとどん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 着ていこうかなと思ってますけど、でジャケット着ると面積が見えるのでちょっと狭まるんで、あ、そうですね、派手な感じもしないです、うん、うん、前ボタン開けてもさっそうと着る分にはいいのかもしれないですね、うん、ぜひチャレンジしていただきたいです、はい、はい、定番のロンドンストライプの柄ともうこれぞ定番のサックスの無地ね、これでちょっと仕立てたシャツね出来上がりましたという紹介になります、はい、はい、まあ一応シャツの生地なんかはこうごく一部で、僕が今回選んだらこの中からこのシワになりにくい素材ですけど、まあたくさんありますから、他にもまだまだいっぱいあります着てからのお楽しみということで、はい、ぜひご来店いただいた際は参考にしていただければなというふうに思います、はい、はい、というわけで、今回はシャツが出来上がりましたという報告になっております、はい、はい、この動画を面白いと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価ぜひお願いいたします、お願いします、ご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。